こんにちは、リアルスタイル川手です。森森博プロ永久不変のゴルフ理論第4弾を紹介させていただいてますが、グリップと聞いてどのような印象を受けるでしょうか。握り方というと初心者の内容というような印象があるかもしれません。しかし今回の DVD では、スイング中における手の中にかかるグリップの圧という形で、トップに入った時やフォローに回った時の手の中にかかるグリップの圧について森プロは語ってくれています。一度スイング中のグリップの圧についてもこちらの動画を見て確認してみてください。ここではインパクトエリアでは結構親指側はほとんどいらないぐらいです。でこっちが上乗った時にまた今度親指が使う。だからグリップ内でこのグリップの中にどこに圧かかるかなっていうのは、こうやって右回りしたりしても圧の場所は変わってくるわけですよ、結局、はい、だからどっかに一方向にこれだみたいなんじゃなくて、いつもこうやって中変わってくるんで、やっぱりこれも右回りでくるくる回して遊んでれば、暇さえあればこうやってぐるぐる回していれば結構グリップも正しい、結構一番自分にしっくりしたあのグリップないですよね、はい、この中のグリップの中の力のかけ方が分かってくるんで、ぜひ遊んでみてください、はい。トップポジションとか北半球に行った時はコッキングと旋回で親指側を使うんですね。親指に乗ります。で右手も親指側にこう乗っかってきます。でダウンスイング入ってきます。で今度南半球に入ったらほとんど右手親指側は使わないんですね、この状態で。結構この右の押しの時に初めてちょっとこう右のこの人差し指とこの、まあ、グリップによって多少違うんですけど、押し込みは入るんですけど、親指側はあんま乗ってないですね。圧かからない。で、今度北半球入ったらまた親指が乗っかってくる。だからグリップ内で結構この、かかってくる圧すらも、中にかかってくる圧も一箇所じゃないよってことですね。だから結構これがどこをしっかり握るとか圧をかけるっていうのは、皆さんその自分が意識しているところで変わるだけで、結構グリップ内でグリップ圧っていうのはすごい 中でですね、細かく言うとグリップ内でのこう分布図としてはこの中でも回ってるってことですね。